シャレール航空、またはシャレールアビエーションはフランスのカルピケにおいている地域航空会社。シャレール航空は定期便、チャーター便、企業向けのシャトル便、貨物便の運航のほかに訓練飛行や航空機の点検などのサービスを提供していた。1日に約15便、週に約150便の旅客便を運航している。シャレール航空は1986年10月に 設立された。設立者は、ブリテールのパイロットだったフィリップ・レバロンで、当初はセスナ310によってエアタクシー業務を行う会社だった。1997年から企業向けの定期チャーター便を運行し始めた。チャーターしていたのは、家電大手のフィリップスで、フェアチャイルドメトロライナーによって、ルーマン・アイント法変換を ATR42 によって、 シェルブールイコールオクトビルオルリーンに定期便が設定されていた。1996年4月8日、レバロンは飛行機事故により死亡した。その後の経営はレバロンの妻により行われていたが、2003年4月に経営難によりアラン・バッティスティに売却された。売却後はビーチクラフト・キングウェアでシャトル便の運行のみが継続された。 ビーチクラフト 1900D2004 年、ビーチクラフト1900を導入し、ドービルロンドン間の運行を開始した。2006年、シャレール航空の輸送量が2万人を突破した。2011年、シャレール航空は、アフリカを中心とする鉱山で働く労働者を輸送するための会社を設立した。2013年、同社は、ポルトガルリースフライを買収した。 2016年7月、同社は倒産した VLM エアラインズからアントウェルペンハンブルク間の運航を引き継いだ。2020年、シャレール航空はエールフランスとのコードシェア契約を結んだ。しかし、コロナウイルス流行により同年3月17日にから運航を中断している。シャレール航空は2019年7月時点でフランス国内の以下の空港に乗り入れていた。 ATR42 から30020年6月9日、時点での保有機材は以下の通り、ありがとうございます。